泉府中大阪府泉市府中町一丁目北井泉、府中大阪府泉大津市東方中町一丁目、北井泉府中は、大阪府泉市府中町にある JR 阪和線、泉府中駅の周辺地域に対する故障。泉市府中町五丁目に、泉国の国府があったとされている。国外籍は発掘されていないが、天平木の素駅、はきが多数発掘されており、 溝や柱の移行の向きも上理の向きと一致している。1929年7月18日に現在の泉府中駅が当時の半和電気鉄道の駅として開業。1933年4月1日には戦北軍に属していた白田村、国府村、合奏村の3村が合併し泉町が発足。1956年9月1日泉町は 同じく、千北郡に属していた北池田村、南池田村、横山村、南横山村、北松尾村、南松尾村の6村と合併し、泉市となった。長きにわたり、泉市の経済の中心を担ってきたが、泉北ニュータウン、巧妙池周辺地区、そして、トリベール泉の開発により、市の経済の中心は、市中部に年々移行しつつある。なお、 泉府中駅を中心とする経済圏的な意味で、泉府中と呼ばれる地域の範囲には、府中町、友子町、井ノ口町、白田町などの泉地域のほか、豊中町、東方中町、穴田、阿鼻子、板、原町など、泉大津市の穴市地区東側も含まれており、店名に泉府中を関するショッピングセンターや飲食店なども多くある。他の地域の府中と同様に、 地元泉州の人々からは、単に、府中と呼ばれることが多い。ロードイン泉、ありがとうございます。